はい、どうも、グリダットでございます。という感じで、本日はですね、FIFA 22の前半戦のね、振り返り動画となっています。あなたに本当に感謝、世界で大好評だった選手ランキング前半戦という感じでね、今年も終わりなんで、もうほぼほぼ今年はね、前半戦と言っても過言ではないでしょう。ということで、ちょっと振り返っていこうかなと思っています。で、どれぐらい高評価だったかっていうところに関しては、フットピンっていうサイト皆さん知ってるじゃないですか。これね、はい。これのグッドとバッドを差し引いた数で見ていこうかなと思っています。まあ、これ全世界やってるんで、ここを見れば大丈夫でしょう。ただ、ふざけた顔のやつもいたんで、まあ、ガチで使える選手を絞るために、80以上のね、レートという形で絞りました。という感じで、振り返りつつね、見ていこうかなと思います。ぜひ楽しんでください。はい、ということで、好評だった選手をね、トップ10から見ていきたいと思います。10位ですね。ダビド・ネレス選手でございます。いやー、選ばれたか、この選手。ギリ10位に入ってましたね。はい、で、能力はね、やっぱり強いなっていうところで、ちょうどね、確か、特殊とかがあんま出てないタイミング出たのかな？で、出てきて、ほんで現在もね、まだまだ作れるというところで、最近使ってるどんどん少なくなってきてはいるんですけど、でもね、強いと思います、まだまだ。ネイマールではないんですけど、まあね、謎フィジカルがあるような感じはあるので、すごいスピードも速くて、手強い選手だったかなと思います。という感じで、次見ていきましょう。はい、ということで、第9位がですね、RTTK のシルバ選手でございます。やっぱりね、この男ですよ。まあ、SBC が多いのは、あれなんですけども、まあね、高かったです、第9位。まあ、最初はどうなんだ、能力どうなんだっていう話はあったんですけど、俺的に最初からね、強くて、この選手。って思ってて、ほんで、さらに能力がガッて上がって、90までいったでしょ。そう、強いんよね。で、ケミもめちゃくちゃいいし、ほんで俺めちゃめちゃ使いやすいとは俺は思いましたけどね。現在でも多分使ってる人多いと思います。ということで次行きましょう。はい、ということで次はですね、唯一金カードで選ばれたロナウド選手でございます。いやー、マジかー、すごいね、これは。本当に35万円か、安いなー。はい、で能力はね、もう言うことないっすよね。強いです。しかもめちゃくちゃコスパいいと思います。現環境の中でこの価格帯でって考えると多分一番コスパいいんじゃないかと思いますよね、この選手。まあでも今使ってたらな、他の選手が強いっていう人もいるかもしれないですけど、いや、全然強いっす、ロナウド。環境変わる前からね、強い強いって言われてて、まあ、この環境になっても強いんで、今でも全然あれなんじゃないかなっていう選手かな。はい。という感じで次行きましょうか。はい、ということで第7位はね、マフレズ選手でございます。16万5000円という感じで、いやー、選ばれたね、マフレズ。びっくりしました。という感じで、能力なんですけども、いや、能力はね、やっぱりフラッシュバック選手としては、やっぱりペースが上がるっていう部分があるので、やっぱそこら辺がね、やっぱり選ばれた理由なのかな。まあ、当時としてはスキル5、ウィークフット4っていうのがかなり強くて、まあ、ちょっと前に出た選手ではあるんですけど、やっぱそこら辺もね、評価の後押しになったのかなと思いますね。やっぱり言うても強いっすよね。パス、シュート、ペース部分。まあ、ペース、ドリブルはめちゃめちゃあるんで、シュート、パス部分を鍛えてあげる。デッドアイとかでもつけてあげても全然いいし、ほんでシュート部分は上げてあげてもいいし、マークスマンでね、攻撃的にしてもいいし、本当に何でも使える選手。しかも、ケミもいいから、本当に使える選手だなっていう部分はありますね。いや、でも結構意外やった、俺は。マフレー選手、この高いとかね。はい。という感じで、次行きましょう。はい、ということで次は、ベニセウス選手でございます。すごい。片言になったけど。22万円ですね。ほんでコスパいいですしね。はい、という感じで能力見ていくんですけども、本当にベニセウス強い。本当に強いんですよね。マジで。まあ、ペースがね、もうほぼマックス値なんで、ケミをね、使ってあげたら、フィニッシャーとか、使ってあげたらね、もう最強になるというね、シュート部分めっちゃ上がって、これを見るとね、やっぱベニシウス使いたくなる。本当に使いたくなる選手かなと思います。本当に強いですね。ただね、やっぱり、このポトムだったりとか、あと、この TOTGS か、とかのベニシウスはね、やっぱちょっと高めというか、本当になんかコスパってどうなったんやって思えるぐらいのね、値段になってしまったんで、ちょっと評価悪いんですけど、にしてもこっちと85ベニシウスは本当にね、おすすめ。というか、ずーっと使ってる。もう前半戦の MVP と言っても過言ではないんじゃないかなと思えるぐらいのね、選手かなと思いますね。はい。
という感じで次行きたいと思います。はい、ということで第5位はですね、ウィンターワールドのイブラヒモビッチ選手でございます。まさかな急な追い上げ。まさか3日でこんな急な追い上げすると思いませんでした。やっぱり選ばれましたね、すげえわ。はい、で能力なんですけども、強い、本当に強いです。この選手は俺も使ってみたんですけど、マジで強い、マジで能力はね、もうめちゃくちゃ高いって部分あるんですけど、ほぼほぼ90なんでね、強すぎる正直。今年一番ですね。ちょっと来年からどうなるかわかんないですけど、まあ、TOTY 級ですね。で、最後まで使えるエンドカードって言われるような選手なのかなと思いますね。でね、やっぱ金と比べてやっぱりスピード上がってる部分はそうなんですけど、まあ、スキル5がね、ちょっと凶悪すぎて、もう競り合いも勝てるし、もう自分でもいけるし、まあ、ドリブルはね、もうゴリゴリいけるわけではないんですけど、にしてもちょっと強いですね。決めまくるし。冷静さが97やから、マジで決めるよ、こいつ。マジでおかしいから。という感じで次行きましょう。はい、で次がですね、SBC のエンクンク選手でございます。20万円という感じでございますね。いやー、選ばれたね。まあ、評価高かったけど。はい。という感じで、このエンクンク選手なんですけども、まあ、能力がね、平均高かった。たんですよね、ルールブレイカー出た時には。まあ今でも高いか、今でも全然使えるよっていう状態ですよね。多分今でも使ってる人もいると思うんですけど、やっぱりフランスっていう部分っていうのはやっぱ評価高かったのかなと思いますね。エンクンクすげえな、ルールブレイカーのやつスパがすげえいいなっていう、その部分でやっぱ買ってる人が多いのかな、高評価を知る部分が多いのかなって俺は思いましたね。まあ実際強いからね。はい、という感じで次行きましょう。はい、という感じで次はですね、出てきました、ウィンターワールドのアワール選手でございます。13万円ですね、現在。いやー、やっぱ選ばれましたね。本当にこの選手はコスパいいです。はい、能力なんですけども。まあ、能力、本当にコスパいい。全体的に整ってる部分もあるし、まあ、スキル4、ウィークフット4っていう部分やし、扱いやすいし、俺的にもうちょっとパス上手くてもよかったか、ロングパスとか上手かったらなと思うんですけど、まあ、でも強い。強い。正直 CM 見たら本当に安心感があるかなっていうレベルのアワールっていう選手の感じはあるので、本当に誰が使っても強いんじゃないかなっていう選手かな。本当に取っといても損もなかった SBC の一人かなと俺は思いますね。という感じで次行きましょう。はい、という感じで第2位になりました。フェキール選手でございます。まあ、当時としては9万っていうのは高かったんですけど、まあでも納得じゃないですか、これは。本当に。2万8000円っすよ、今。もう圧倒的。はい。で、能力なんですけども、まあね、この RTT 系の選手ではあるので、能力上がってさらに強くなったっていう感じかな。まあ、上がる前も強かったんですけど、そもそもね。本当に扱いやすいっていう部分、本当に強かった。あと、ケミもちゃんと合うし、本当それは強かったっすよね。いや、今使っても能力的にはすげえ強いな。コスパめっちゃ高いっすね。これが9万っていうのを考えるとすげえ安くないですか。本当にこのフェキール一番初めに出てきた SBC として本当 MVP 級の選手かなと思います。はい、これは本当にすごかったという感じ。次ラストですね。まああの選手っすよね、あの選手っす。はい、じゃあ行きましょう。第1位ですね、ベンゼマ選手でございます。フラッシュバックベンゼマ。はい、で能力なんですけども、いやー、強いっすねー、本当に。まあ、通常のね、あの、ポトムでできたベンゼマだったりとか、そこら辺がいるんですけど、いるんですけど、こいつはね、やっぱ大きいのは、ワークレートがね、ハイローになってるんですよね。これがやっぱ大きいなっていう部分はあったかなと思います。ほんで、プラスやっぱりペース爆上がりしてるし、なので他にね、俺はホークつけてるんですけど、ホークつけてもめちゃくちゃ強いんで、つけてあげたりとか、あと冷静さも87あるんで、まあ手もガンガン決めてくれるし、まんばり強いかな。ほんで、ディフェンスがね、結構上がってるんですよね、通常のと比べて。で、これのおかげかわかんないですけど、ハイローでも結構ね、戻ってディフェンスしてくれたりとかするんですよ。やっぱそういうのパッて見ておくと、ベンゼマ強いなって。誰が使っても強いなっていう感じです。多分今でも使ってる人はいるんじゃないでしょうか。今年1。マジで今年1じゃないかな。わかる。うなずける。本当にこういうかはうなずけるような選手かなと思います。みんな本当に満足したんじゃないかな。逆に取らなかった人はめっちゃ後悔してるんじゃないかなっていう選手かなと思いますね。
はい、という感じでね、最後のまとめいきたいとは思うんですけども、いやー、今年はね、本当にいろいろ環境どんどん変わったりとかしたりとか、まあそれに合わせて能力が上がっていったりはしたんですけど、インフレ率がちょっと高くなってきてる気がするよね。まあ、あとフランス SBC が本当に強い。あとセリエであったりとかね。やっぱそこら辺も目立ってきてるのかなと思いますね。はい。で、不評だった選手なんですけども、やっぱポトム・クリスティアノ・ロナウドがもう圧倒的に不評だったりとか、あとシャケリだったりとか、ムワッペ選手だったりとか、やっぱここら辺が不評だったかな。なんかそうじゃないねんっていう。そうじゃない。思惑が違うみたいな選手がやっぱり不評だったかなと思います。俺も思うしね。はい。ということでね、まあ今年も本当にお疲れ様でした。本当にありがとうございました。本当に今年はね、いろんな方にめちゃめちゃ見てもらって、めっちゃ登録してもらって、まあ、数字だけではないんですけども、本当にね、ありがたく思っています。こんだけね、楽しんでもらえたらね、嬉しいかなと俺的にも思いますんで、ちなみになんですけど、今年ね、何本動画出したんかなってパッて見たらね、210本ぐらい出してるんですよね。俺、一番出してるやろ、多分。フィファーの中で。いや、それは言い過ぎかもしれんけど、出してるって、動画こんだけ。いや、わかんないですけどね。うん、それはちょっと言い過ぎかもしれないですけど。でもね、来年も引き続きね、フィファーに関する、まあ、楽しんでもらえるようなね、動画をどんどん出していこうかなと思いますんで、ちょっとね、来年、ちょっといろんなことにね、挑戦していこうかなと思うんで、もしよかったらね、引き続き見ていただけると、嬉しいかなと思います。という感じで、また次の動画でお会いしましょう。今年も、お疲れ様です。